キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、優勝するためのキーマンということで、はい、今日はセリーグ全部で言うと6球団目、約半分ですね、うん、はい、ジャイアンツです。ジャイアンツいきましょう。はい、ジャイアンツ優勝予想してるから。はい、ああ、そっか、今季、はい、うまくはまったら、うん、だから今年はどうだろうな、まだ見てないけど、阪神巨人の優勝予想が多いんじゃないですかね。多そうかなっていうね、うん、ところあるけども、まあ、はい、安倍新監督になって、うん、優勝するためには条件、はい、うん、でもまあね、結局去年見てても、はい、大勢と坂本次第で浮き沈みだから、うん、やっぱね、大勢が西武王、西武王、おお、だからちゃんと抑えにはまる。そう、これね、っていうことはもう元気に1年やってるってことだから、うん、これはやっぱりその去年も大勢がいなくなったことによって、うん、中川を後ろにしたり、バルドナード取ってきたり、うん、なんかバタついて番の8回とかって言われて、うん、はい、8回に逆転負けするっていうところも多かったけども、うん、これがもし大勢が9回はまれば8回中川、うん、7回西舘っていう構想もあるらしいし、はい、うん、あとはケラーもね、はい、いい感じだし、うん、その日本に来て最初カーブばっかり投げて打たれたけど、スプリット覚えていい感じになってきたところで阪神が放出して巨人取ったっていうところで、はい、まあ、ケラーもいい感じで下手したらいけるんちゃうかっていうね。おー、あとは馬場ね、阪神、うん、から来た、現役ドラフトで来たっていう、はい、であとはもうね、オリックスからとソフトバンクからね、うん、いろんなピッチャーがいるけども、でそれにね、中川とかバルドナード、高梨、うん、で、船場様だったりとか、まあ元々いたリリーフ陣、まあ、今村がハマっていけばね、はい、だから体勢さえ元気になったら形ができるから、これが崩れるから形が崩れるからね、はい、うん、体勢が元気で西武を、これはもう優勝するために必須か、うん、そうですね、ここ必須感ありますね、うんうん、で、統合がタイトル、タイトル、うん、あー、でもこれは全然可能性ありますからね。これで戸郷と山崎伊織がタイトルのトップ3の中で2人入ってきたら、はい、いや、ハマると思う俺。そうですね、でも可能性あるんだよ、うん、山崎伊織もいい形になってきてるし、はい、この戸郷と山崎伊織がタイトルにどっちかが必ず取るっていう、はい、で菅野10勝、おー、これ菅野だって今、うん、菅野がね、なんか6番目ぐらいらしいんだよ、はい、ローテーションで言うと、うんうん、で菅野が2桁勝ったら、うん、いや、復活したらめちゃくちゃ大きいですよね。かなりでかい、うん、でもね、今年は4年ぶりかなんかにキャンプ初日にブルペン入って、はい、ここまで結構順調に来てそうだから、うんうん、一歩間違ってあると思うの、はい、あとこのね、グリフィン、うん、そしてメンデス、はい、メンデスもいい感じだからね、はい、だから先発はもうどうなんだろう、いや、菅野、まあ、戸郷、山崎伊織、うん、グリフィン、メンデス、うん、でそこに赤星とか、とかあとあの、うん、高橋玲もね、いい形で来てて、なんか打球当たってね、ちょっと交代してたから、はい、今日現在ではどうかちょっと分かんないけども、うん、まあ、多分ここら辺がローテーション組み込まれてくるから、はい、悪くないと思うんだよね、うん、だから戸郷、山崎伊織は、はい、まあ、多分活躍するのはもうマスだから、うん、だからね、グリフィン、メンデスで18勝ったらでかいんじゃない、2人で18、うん、うん、2人で18勝だから、はい、逆に言うと12勝5勝とかでもいいんだよ、うん、あ、12勝6勝か、うん、そうか、うん、とかでもいいわけ、はい、だこれ2人で18勝、はい、できればでかいんちゃうかなっていう、いいです、うん、9-9でもいいし、で菅野が10勝だって、はい、多分山崎よりと戸郷は黙っててもよ、うん、25は勝つと思うね、うん、最低でも、はい、2人で、うん、最低ね、こっから30までどこまで伸びしろあるかっていうところだから、うん、で菅野が10勝して、はい、で20で35でしょ、うん、グリフィン・メンデスが18勝したら、はい、もうそれで50いくからね、はい、48、うん、そしたらあるじゃん、うん、じゃあ全然あります。だって前回の楽天6人で50って言ってたら、はい、確かに5人で50いけますもんね、うん、うん、でいけるから、はい、だからかなりのアドバンテージあるから、うん、そこら辺はね、でいいんちゃうかっていう、はい、あとはリリーフは本当大勢さえ怪我しなかったら、うん、俺はちゃんといけると思うんだよね。人も揃いましたからね、うん、そこ怪我するから若干ね、うん、バタつき感が出てくるなっていうところはあるけども、はい、で野手は坂本が元気で1年、はい、いや、そこめちゃくちゃ大事ですよいや、元気だったらまだ打つよ、うん、だからそこはやっぱ元気で1年いけるかどうか、やっぱ去年も一昨年もそうだけど、坂本いれば上がっていなくなったら落ちるみたいな、はい、結構ね、激しかったから、うん、やっぱ坂本だからサードになって、はい、体の負担も減って、うん、元気で1年っていうところがいければね、うん、はい、これはかなりのアドバンテージになるし、うん、まあ、岡本はね、岡本タイトルだね、はい、まあ、普通にやったら取るからね、うん、まあ、取れなくてもベスト3には 100% 入ってくるから、はい、絶対ありますね。だから坂本に、うん、なんか大きな何かの期待をする必要性はないね、はい、佐々木新人を取ったら
あるね、行きますあ。だって開幕一軍、うん、で新人開幕スタメンだったしんのすけ以来でしょ。はい、でしかも帝京魂だから。おお。だからタカさんがジャイアンツに魂が入ったって言って、はい、めっちゃ喜んでたから。帝京高校。うん。うん。だから佐々木が新人を。はい。行けたらね。今いい感じ打ってますね。うん。であとはやっぱりね、うん、大城のベストナイン、これはやっぱりきっちり取ってきたよね、はい、大城としては、うん、そしたらキャッチャーとしても打てるっていうところで、うん、結果を残せると坂本、大城、岡本で打てて、うん、まあ佐々木がね、はい、うまく回れば、うん、あとやっぱり優勝するためには丸の復調はやっぱりこれなくてはならないと思うんだよね。そう考えた時に丸がホームラン2割5分以上で20本、うん、でもやっぱりもうそこってこう若い選手も結構出てきてるじゃないですか。でも秋色開幕2軍っぽいし、あ、であとはだって外野が佐々木なのかあと松原なのか、はい、うん、まあ、あとはオコエとかも頑張ってたけども、はい、そんな言うほどキツキツじゃないから丸は出ると思うんだよね。でも野手は、まあ、岡本はタイトル取るからね、はい、岡本坂本元気で1年、はい、これはもう大事。いやそこ2人が多分結構ずっと元気だったら打線あんまり、うん、そうそうそう、心配ないというか、で大城がベストナイン、はい、でこれでもう格揃うから、うん、はい、で丸が2割5分以上のホームラン20発以上を打って、うん、はい、佐々木が、まあ、新人を取んなくても、うん、それに絡むもしくは規定打席、うん、規定打席に行くってことはやっぱりそんな中途半端な活躍でジャイアンツで規定打席行けないから、うん、はい、規定打席さえ行っとけばそこそこ頑張ってるってことだから、うん、はい、規定打席だね、うん、で門脇がレギュラーちゃんとちゃんとレギュラー1年守るっていう、うん、そしたら、はい、あると思うね、優勝これでいけんじゃん、まあ、優勝しそうです、それでこれはね、あれば、うん、だからそんなもう全部打った中で、はい、一番俺が大事だと思ってるのは、はい、大勢元気で1年、はい、これは味噌ちゃうかっていう、重要です、ね、これが最重要、うん、キーポイントプレーヤーちゃうかと思って、はい、いきなりキャンプでふくらはぎ痛めてリーダーしてる時焦ったね俺優勝予想をもう変えようかなと思って、はい、これでそしたら阪神か、うん、でも阪神優勝そうしてもおもんないしなっていういやいや面白くないとかじゃなくていいんですよ別にしそうだなと思ったら優勝予想すればいいんですよあそういう順位あそういう決め方もあんの順位予想ってえそうですよ私は阪神優勝するだろうなと思って優勝って言いますから、ね、俺やっぱちょっと大穴も狙いたいタイプだからあそうですねワンチャンあるよっていうとこ行きたがりですもんねそう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 、うん、行きたがりなんだよ、はい、なんかもうでもあれだよ、はい王道通りやってたらそんなん誰でも言えるからつまんないって言われて、はい、トリッキーなことしたらお前逆割りもいい加減しろって文句言われて、はい、じゃあ何が正解なんやってちょうどいい塩梅のやつないぞしかも別にそれでも、はい、いや佐々木さんと全く一緒でしたっていう人もいるんだよ、へー、でも一緒の人は熱量そんな高くないから言わないじゃん、はいはい半期の人だけ熱量高いから文句言ってくるんだよ、はいね、どんどん言ってこいっつっていや私も楽天やっぱ上の方上げたら楽天がそんなわけないって絶対言われますねでも楽天ファンからは見る目あるよって言われてねやっぱ A ちゃん応援してくれてありがとうってなりますよそうまあ本当シーズン後謝ってもらうからなまあ言いたいことはね、うん、誰でも言えますからね、まあ、ジャイアンツはね多分そんなところかな、はい、まあ、うん、まあ、2年連続 B クラスだからね、はい、やっぱ3年連続 B クラスは避けたいっていうところと、うん、この戦力で B クラスは考えづらいからね、うん、であと若手がね赤星とかもそうだし山崎伊織とかもそうだし、はい、門脇もそうだし、うん、この若い選手たちが成長してきてるっていうところも、うん、まあ、昨年よりもプラスアルファ入ってくるところはあると思うからね、はい、あとは監督変わってどういう采配するのかも、うん、まあ楽しみだけどね、うん、はい、まあ、そこら辺がポイントかな、うん、はい、じゃあ皆さんどう思いますか。さあということで、はい、ね、キーマン、開幕前に撮影したやつですけども、うん、今開幕して、今日19日、はい、大体15試合今日終わりましたけど、まあ、キーマンいろいろ並べてきましたけども、はい、ちょっと今ね、終わってみて現状どうなってるのか、このキーマンに近づいてるのかどうか、ジャイアンツは優勝に向けて、今現状を、2位かな。2位ですかね。うん、中日に 1.5 ゲーム差、はい、9勝7敗1分け、うん、きてますけど、いいね、キーマンで言ってたのが、はい、大勢坂本元気で、うん、で大勢聖望、はい、まあ、昨日やられちゃったけど、うん、でもまあまあ元気に投げれてるから、うん、まあ、もうこれはいけそうだよね、はい、坂本も若干最近、ね、打撃調子悪いけど、うん、まあ、元気にいけてるから、ね、今のところは大丈夫、いけるいける、で戸郷山崎伊織で、はい、どちらかがタイトルで2人で最低25勝してる、うん、これもいい感じだよね、うん、まあ、援護さえあれば、はい、まあまあいい感じに投げてるから、まあ、ローテーションずっと入ってますから、うん、菅野10勝、はい、いけそうだよね、いけそういけそう、調子いいからね、はい、あ、まあ、昨日は勝ち星つかなかったけど、うん、いいから菅野10勝もね、今もうね
勝もしてますし、いけそういけそう、うん、あとあのグリーメンテス2人で18勝、はい、いやもうおらへんでまあまだ始まったばっかりだから始まったばっかり、まだこっからまだ分かんない、はい、2人で18勝だから、はい、9球ぐらいでいかない9球意外とですよ、9球って、うん、こうなるとまあ状態こっから上げてくるかな、うん、かもしれないですね、岡本タイトル、はい、でだって三冠王だったからね、うん、一歩前、はい、最近ちょっとね、うん、打率がちょっと下がってきてるけど、でもいい感じ、まあまあいいかな、佐々木新人王いけたらある、うん、もしくはそれに近い成績、はい、でもほぼレギュだからね、うん、今新人王筆頭候補の名前いるよね、なるかどうか別として、まあ、野手ではね、うん、野手ではなるかどうか別として、はい、まあ、一番のやっぱりあのライバルは西舘やと思う、うん、そうですね、うん、で、大城ベストナイン、はい、やっぱり岸田小林全員出てるからね、うん、でも全員感じいいんだよね、そうなんですよ、小林誠二選手もね、菅野投手の時に打つんですよね、そう、うん、で岸田もいいバッティングしてるしね、勝利もいいし、だから比較的全員使ってるから、うん、まあどうなのか分かんないけど、まあでもね、サヨナラヒットも打ったし、うん、まあまあいい感じではいってるよね、そうですね、うん、で、丸が2割5分以上20本で副長、うん、若干体調がね、うん、悪いっていうのもあったけど、はい、昨日猛打賞打ってるから、うん、20本はちょっと言い過ぎたかも分かんないけど、まあまあいい感じではいけそうだよね、はい、あのオドワも帰っちゃったしね、うん、で筒子も来ないし、はい、で門脇レギュラーもうレギュラーだね、分かるレギュラー、だから何気にいい感じでさ、うん、いけてんじゃん、はい、ね、でも今優勝の可能性秘めてる、そうそう、だから2位にもいるしね、うん、だからあながち間違ってないから、これがガチってなったら優勝できそうだね、うん、いけそう、はい、そのまま順調にね、そう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 、いってくれれば、はい、はい、